プロレスリング柴田三條。はいどうもこんにちは。まあこのご時世、自粛でプロレスの試合も中止や延期ばっかで、そんな中何かできることはないかなっていうわけで、この前佃監督、千代天がと企画会議したんだよ。でそしたらね、まあ、普通真面目に企画会議するはずが、まあ、いきなり千代天ががふざけ出しちゃってね。で俺知らされてなかったんだけど、まあ、実はね、あの企画会議中にボケて笑わせれるっていう、まあ、そういうあれだったんだよね。でその時の映像がうどんプロレスの公式で上がってて、でリンク貼っておくから、そっちで見てください。